やほうございます。大変ご無沙汰しております。ディズニーランドです。朝一の PS 戦に敗退いたしまして、やむなくといったらちょっと失礼なんですけども、サラおばさん家に来ました。で、頼みましたのがこのおすすめセットですね。サラおばさんのおすすめセット、オムライスのデミグラスソースに肉がゴロゴロ的な感じのメニューになっておりまして、こちらサイドメニューがポテサラに、おお、リバ鉄がね、今通ってますけど、音が聞こえるのが懐かしい。4ヶ月目、ポテサラにコーンと、豆が、グリーンピースかな的な、グリーンピースにしてはちょっとでかいかな、枝豆的かな感じ、乗ってます。で、デザートがパウンドケーキ的なやつ。そして久々にアイスコーヒー氷なしいただきました。むっちゃ空いてるんですよ。ちょっと映るすか。席は窓側の方、明るい窓側の方を撮ったんですけども、店内見回してもむっちゃ空いてる。すっかすか。一応あのテーブルごとにはこんな感じでソーシャルディスタンス用の、あの空きテーブルが設けるように言われております。じゃあまずはコーヒー、コーヒーをマスク外さんと。おお、紙ストローです。紙ストローすら懐かしい。コーヒーいただきます。染み渡るぜ。さあ、オムライスなんですけども、この中があれなんですよね、あのケチャップライスじゃないんですよね。普通の白ご飯的な感じなんですよ。で、卵はふわとろに仕上がってます。で、お肉は何やろ、牛肉かな。お肉めっちゃ柔らかい。うまい。まあ、本当はプラザパビリオン行きたかったんですけどね、取れませんでした。あの、これ後から知ったんですけど、プラザパビリオン PS なくても入れるそうなんですよね。そんなん知らんやん。PS って書かれてから PS のみかなって思っちゃうから、鼻から諦めてたんですよね、取れなかったから。いや、ちゃんと見とけって言われたらそうかもしんないんですけど、なんかちょっとこう騙された感があります。次ね、いつ、またチケットいつ取れるか分かんないから、いつ行けるか分かんないし、あの、一応、あの、公式見ると、このメニューに関してはいつまでっていう期限が設けられてないので、まあ、年パスでね、自由に行き来できる日が来た暁には、ちゃんとまた行きたいなと、まあ、それ以前にもし、陸、できればね、8月ぐらいにはもう一回行きたいんですけども、取れれば行きたいと思います。うん。うまい。若干こう彩り的にはあんまり映えない感じなんですけど、おそらくサラおばさんのこの仕入れとしては精一杯な感じなのかと、まあいろいろあのこの影響であの仕入れも困難になってるかと思うんですけど、ね、その割にあのいろいろと食材が揃ってるように、ちょこのサイドメニュー的なやついってみます。うん、冷たい。うん、でも美味しい。お肉が柔らかいので、こういう感じであのご飯と一緒に食べるとすごく美味しいです。じゃあデザートいきます。このマイハマホイップも久々なんですよ。じゃあちょっとマイハマホイップをたっぷりめに。むっちゃシナモン効いてる。いや、これはシナモンだな。シナモンの塊だなこれ。うん、美味しい。マイハマの糖質を久々にいただいてる感じ。中にフルーツの果肉が入ってるんですよ。だから若干シャキシャキ感のあるデザート。というわけで、休園明け一発目はサラおばさんのところに行きまして、めちゃくちゃ美味しかったです。まあとりあえずアトラク乗っていきたいと思います。じゃあバイナラー。さあ、ご飯も食べましたんで、アトラク中したいと思います。時計回りに行きたいと思うんで、まずはカリブから行ってきます。ほんと空いてるね。いつもこれぐらいやったらほんといいね。さっきアプリ見たんですけど、アトラクが軒並み5分待ちっていう。ここは天国かって。もうここがこんな空いてるってなくないですか。ここいつも密ですよね。そう、トイレね、トイレ全然スカスカない。あ、カレーポップコーンがバーベキューに変わってる。あれ、お次、本気か、本気。ジャンカにやってしまってんのか。ジャンカにクローズ中です。おごり、はい、ちょっと写真撮りたい。
カフェオーリンズもクローズですね。でもキャストさんがテーブル拭いてはんの、まあ、一応休憩には使えるんか。ここ開いてるんで、門が開いてるから。ロイヤルストリートベランダもクローズです。カリブシス町なんで、じゃあ戻りまして、ジャングルクルーズかな。すごい、ジャングルクルーズです。ジャングルクルーズ、ジャングルクルーズですよ。ジャングルクルーズなんていつぶりですかね。すごい、5分待ち。奥の席から2席分開けたところ。じゃあ次はリバテツ行きます。はい、ウエスタンリバー鉄道へようこそ。皆さん安全のため、手や足を列車を外に出したりしないでくださいね。またお子さんからは目を離さないようにお願いします。路上車までしばらくお待ちください。しないでくださいね。またお子さんからは目を離さないようにお願いします。路上車までしばらくお待ちください。ですよ。どんなにタフな開拓者だって、あの本日はウエスタンリバー鉄道をご利用いただきありがとうございました。また遊びに来てくださいね。スカスカのビッグサンダーマウンテン、すごいスカスカだ。5分待ち、すごいスカスカで。この後ビッグサンダーマウンテン乗ったんですけども、ビッグサンダーマウンテンは撮影ができないので、口頭で説明しますが、ソーシャルディスタンスが激しくてですね、ビッグサンダーマウンテンの列車全体あるじゃないですか、何両編成かな、あれ5両編成ぐらいですかね。その中に座れるのが最前列の車両と最後列の車両にそれぞれ2組ずつなので、計4組か5組ぐらいしか座れないんですよね。それでスタートするんですよ。だからむっちゃスカスカなんですね。まあおそらくそのこれ以上狭めると飛沫が飛んでくることを考慮した結果なのかなとは思うんですけども、それにしてもこのスカスカすぎてですね、で僕らは最後列の車両に乗ったんですよ。なので普段だと前の人がいるとその前方ってなかなか見えないじゃないですか。横の景色は見えるんですけどね。
それがむっちゃ視界が良好なんですよね。なのでいつもより倍以上楽しめるという感じでした。もう一回行きたいなと思うんですけど、行けるかな、行きたいな、めっちゃ行きたいんですよねっていうぐらい楽しかったです。そこは見合わせておりますのでご注意ください。写真の写しませんのでご注意ください。はい、どうぞ。マークトゥエンの上に来ました。ウッドチャック方面ですけど人がいません。私は5分待ちというわけでスプラッシュ乗りましたが写真がなかったです。ラケッティのラクーンサルーンのお休みで誰もいない、誰もいないですね見れないですよねそういう感じのガラガラです。よし、じゃあ次はファンタジーランドの方に入っていきます。あ、いたか。あの、すごい暑いっすよ。なんとピーターパン10分待ちでした。スプラッシュより長い。ネバーランドだ。ホーンテッドマンションは清掃中、消毒中ってやつかな、だそうです。昼は意外と混んでるんですけど、ソーシャルディスタンスゴミっていう感じで間隔が空いてるから混んでる。オペラグラス手渡しでした。フィルハーガーのいつものウェイティングルームに通されるんじゃなくて、この通路でずっと待たされるっていうのが、まあ、結構意外と辛いで、今ようやく列が進み始めまして向かっております。そしてソーシャルディスタンスは保ったまま。おー、すごい、ウェイティングルームがすっからかんだ。なんだこのカラッカラは。ミニーちゃんの聞こえ聞けない、ね、昼は着席しました。機械の音がブーンっていうのがひたすら鳴り響いてます。始まります。ご来場の皆さん、ミニーマウスです。いよいよコンサートが始まります。準備はいいかしら。オペラグラスをかけてください。みんな来てくれてありがとう。フィルハーマジカルな一日を過ごしてね。はい。グーフィーの声を聞き終わってもなおまだ座れてるっていうところが今までと全然違うところです。で、メガネが曇る。さあみんな、コンサートホールに入ったらゆっくりと奥まで進んでね。まだ入ってないよまだ出てるところですよ。皆様にお座りいただけますよう、はい、奥の席から順番にお隣とは空席を作らずにお座りください。あと空気と水の効果は現役でした。残ってました。ないかなとか思ったんですけど、水、空気飛んできたし、水もかぶらせられました。